ヘブライ大学教授就任したての頃ゲルショム、ゲルハルト・ショーレムはドイツ生まれのイスラエルの思想家、ユダヤ神秘主義の世界的権威でヘブライ大学教授を務めた。1968年にはイスラエル分離学士院の院長に選ばれた。彼はベルリンでユダヤ人の家庭に生まれ育った。父はアルトゥール・ショーレム、母はベティヒル・シュ・ショーレム。画家だった父は 同化主義者で、息子がユダヤ教に興味を持つのを喜ばなかったが、ショーレムは母の取りなしにより正統派のラビの下で、ヘブライ語やタルムードを学ぶことを許された。ベルリン大学で数学と哲学と、ヘブライ語を専攻。大学では、マルティン・ブーバーや、バルター・ベンヤミン、シュムエル・アグノン、ハイム・ナフマン・ビアー・リク、アハット・ハーム、ザルマン・シャザールといった面々と知り合った。 1918年には、ベンヤミンと共に、スイスのベルンにいたが、ここで、最初の妻エルザベルカハルトを知った。1919年に、ドイツへ戻り、ミュンヘン大学から、セム語研究で学位を受けた。博士論文のテーマは、最古のカバラ文献だった。シオニズムに傾倒し、友人、ブーバーの影響もあって、1923年に、英領パレスチナへ移住。 ここで彼はユダヤ神秘主義の研究に没頭し、死者の職を得た。最終的には、イスラエル国会図書館のヘブライユダヤ文献部門の責任者となった。後に、エルサレムのヘブライ大学で講師として教え始めた。彼の特色は、自然科学の素養を生かして、カバラを科学的に教えた点にある。1933年には、 ヘブライ大学のユダヤ神秘主義講座の初代教授に就任、1965年に名誉教授となるまでこの地位にあった。カール・グスタフ・ユングラが関わったエラノス会議にも参加。1936年、ファニア・フロイトと再婚。兄のベルナー・ショー・レムはドイツの極左組織、フィッシャー・マスロフ団の一員で、ドイツ帝国議会ではドイツ共産党選出の議員だったが、 後に、議会から追放され、ナチによって暗殺された。ありがとうございます。